さか力ずくで吸収してくるとはな。ザックス、お前がそこにいる。ああ、ランドルフ隊長。だが俺たちも赤い星座の一員としてここを通すわけにはいかねえ。てめえら気合を入れろ。ここを守りきれなかったら副団長とお嬢にぶっ殺されんぞ。やっ、全力で撃破す望むところ。アルカンシェルでの借り返させてもらいます。歯ごたえありそうじゃねえか。ターゲット詳細データゲットです。俺の番だな。そこだ、私の番ですね。そこだそこだそこだ、行くぜ。ほらよ、はっ。さてリミットを解除します。はい、さあ。俺の番だな。私の番ですね。はっ。俺の番だ。ゼーさっと。俺の番だな。俺の番だ。チャンスです。みんな俺の番だな。行くぜ、と行くぜ。覚悟、私の番ですね。良いデータが取れました。ナイスファイト。あんた、ダンにいた頃よりはるかに強えじゃねえか。まあ、今の職場でいろいろと鍛えられてる。バカズの違いだろう、バカズの。毎日が戦闘漬けの俺たちよりバカズが飢えた。どんな職場だっての。気つけろ、その中には連中も。気絶したか。ああ、連中のトラップの可能性。もし、うん、分かった。回復が必要なら今のうちに処置しましょう。誰もいない。ねえ、何かの気配を感じ。うん、魔獣の類じゃなさそうだった。侵入者を正面に反応。ち、連中ってのはあいつらか。対象者6名、特務支援課3名、国防軍シーカー少尉を確認。2名は不明。ただし戦闘力は A ランク以上と推測する。機械がそこまで。いざ酔いを展開。レジェネンコフ2型、これより全滅行動に入る。来るぞ。迎撃を開始。始めましょう。了解です。ターゲットの詳細データゲットです。行くぞ。
行くぜ。ゼア。お任せを。エニグマ。俺の番だな。させるか。オン。行きます。ドライブ開始。任せろ。ゼア。よし。させるか。私の番ですね。はっ。やあ。さて、エニグマクロール。はい。ドライブ開始。やあ。ありがとうございます。私の番です。エニグマクロール。俺の番だな。させるか。俺の番だ。私の番です。リカバーもありがとうございます。はい、せい。任せてくれ。させるか。甘いっての。行きます。ドライブ開始。俺の番だ。よし、させるか。お任せを。私の番です。ドライブ開始。援護デンジネット投射。任せてくれ。やあ。はい。ドライブ開始。おっしゃ。よし、エニグマ駆動。はっ。やっ。よし、やってや。チャンスです。エニグマ駆動。任せろ。はっ。よし、やってや。お任せを。やっ。エニグマクロ。行くぜ行くぜ。行くぞ。行った。私の番です。バースト発動。上昇しました。はい、せい。おっしゃ。ほらよ。任せてくれ。私の番です。良いデータが取れました。やるね。とんでもないやつだな。結社というのは恐るべき集団ですね。ああ、あの赤い武者人形がここまで強化されるとは。やはりあの博士が改造したんでしょうか。その可能性は高そうだね。よし、これで障害は
一通り排除できたはずだ。屋敷を捜索してエリーと議長たちを。何？この暴走してんのか。しまった。ダイナさん、させない。やれやれだね、エリー。エリーさん無事だったか。その、なんて言ったらいいか。とりあえずありがとう、エリー。おかげで助かったよ。うわっ、本当によかった。無事でいてくれて、こうしてまた会えて。もう二度と会えないと思ったから。エリー、なんつうか、声をかけてもいいんでしょうか。ありましたね。しかし君の時といい、つくづく彼も役得だよね。記憶にないです。あら嬉しいんだけど、さすがにちょっと視線が痛いかなって。ちょっと待って。違うのよ。今のはロイドが危ないところだったから、つい夢中になってしまって。へえ、そうなんだもう違うの。ディオちゃん、ノエルさんも誤解しないでね。はい、努力はしてみます。それじゃあリーシャさんは。あら、どうしてリーシャさんが一緒に。それにノエルさんもいるし、ワジ君はそんな格好をしてるし。その、いろいろありまして。どうやらそのようだね。ギチャ、ご無事でしたか。それに、ヨーナ。よ、あんたら、ずいぶん久しぶりじゃん。いやー、ほんと助かったぜ。彼は私たちの後にベルに連れてこられたの。なんでも、オルキスタワーの中枢にハッキングを繰り返したみたいで。あの女、マジ悪魔だぜ。よりにもよって動力ネットがない屋敷に、この僕を閉じ込めやがって。なるほど。確かにあなたにとっては一番のお給でしょうね。まあ、お互いの事情は後だ。どうやら私たちを助けに来てくれたようだが。はい、お迎えに上がりました。特に問題がなければこのまま脱出してもらえるかな。もちろんだとも。安穏としていられる状況はとうに過ぎ去っているからね。はい。よし、おじきどもの増援が来る前にとっとと脱出するか。退路を確保しつつ、メルカバに戻りましょう。それでは議長、ご決心にお変わりありませんね。この中にも反対する者はいるだろう。だが、ここから始めなければ我々は前に進めないと思うのだ。
いかに仮初めの秩序と覇権を失ったとしても。クロスベル独立国の無効宣言か。確かに全政府代表の一人である議長閣下ならではのカードだね。でも具体的にはどのような形でその宣言を？市民や国防軍にも伝わらないと効果が薄いんですよね。それについてはヨナがアイディアがあるそうです。ああ、タングラム丘陵に動力ネットをレマン自治州と結ぶ実験用の無線ブースターがあるんだ。あそこからなら隙をついてハッキングを仕掛けられるはずさ。10分くらいならなんとか持たせられるはずだぜ。よくわからんが、要はあの街頭スクリーンなんかも乗っ取れるわけだな。はい、それと国防軍方面の全端末にもアクセスできます。ソーニャ司令の出した条件もクリアできるのではないかと。大統領サイドの正当性が揺らげば国防軍はしばらく様子見になる。動きやすくなるのは確かだな。ロイド、ロイド君、独立国の無効宣言はあくまで私の考えでしかない。リーダーである君が反対なら実行に移すつもりはないが。いえ、お願いします。かつてディーターさんは IBC 総裁だった頃の彼は正義について語っていました。結局のところ人は正義を求めてしまう生き物なので、なぜなら正義というものは人が社会を信頼する根拠だから。政治の腐敗やマフィアの問題、それを警察が取り締まらなくても経済的には恵まれているから多くの市民は生活に困らない。だがそんな中でやはり人は正義というものをどこかに求めざるを得ない。どんな形であれ社会を信頼できる安心感を欲してしまうから。だからこそ私は君たちに期待したいのだよ。君たちが君たちなりに正義を追求している姿、それが目に見える形で市民に示されることが。ディーター君がそんなことあったな。そんなこともまだ1年も経っていないのにすごく懐かしい気がします。あの時の総裁の言葉、あれが本心からか、それとも単なるポーズなのか。それでも俺たちの心に響くものがあったのも確かです。そうね、うん、確かに興味深い言葉だわ。ええ、ですから改めてあの言葉を彼自身に、俺たちのためにも彼のためにも、何よりも市民や国防軍の人たちが考えるきっかけにするためにも。分かった、今の言葉私なりに噛み砕いて。はい、お願いします。決まりだね。それじゃあ具体的な段取りを固めるとしましょう。ヨナ君、フランちゃん、技術的なサポートはよろしくね。はい。は、任せとけって。しかし、思えば遠くに来ちまったって感じがするな。そうですね、狭いクロスベルの中にいるのは変わらないのに。多分、私たちだけじゃなくてクロスベル、大陸全土が動き始めてるからだと思う。ひょっとしたら、歴史の転換点に立ち会っているのかもしれない。やっぱり、マリアベルさんたちとことを構えるのは抵抗があるか。そうね、私にとっては馴染み深い人たちだったから。それに政治の観点から言えば彼らのやろうとしていることを否定しきれない自分もいる。そうか。まあ鉄血最小じゃねえが、もっとえげつないことをしてる連中は山ほどいるだろうしな。
でもこれだけは言える。どれだけ状況が変わろうと私たちは特務支援課だわ。その部分だけは何があっても揺るがないと思う。エリー、エリーさんなんだよお嬢、警察なんて所詮腰掛け程度じゃなかったのか最初の頃はね。でもダメね、もう私は染まってしまった。多分将来どんな道を選ぶことになったとしても、あなたたちと過ごした日々は今後も私にとっての根っこであり続けるような気がするわ。そっか、私も同じ気持ちですそういう意味じゃ課長も因果な部署を立ち上げたもんだよな。いや、元はといえばロイドの兄貴のアイデアか兄貴もさすがにこんな状況になるなんて想像もしてなかったと思うけど、キーヤを取り戻し今回の事件を解決すること、多分それは特務支援課として果たすべき使命の象徴かもしれない。ただそんな理屈を無理に考えなくてもいいと思う。俺たちにとって大切と思えるもののために今はただ前を向いて進もう。ええ、音信不通の課長も探さないといけませんねだな。